これから引っ越しとかでしたくてもできない日が来るので、やりたい時はやるってことで見守ってくれ。カッはい、これはみんなに勝つですね。そうそう、もうね、あのマネちゃんもね、さっきあのホロライブ6期生ホロックスのズノー、ハクニコエビだよ。この薬の効果が知りたくて。